平日キャンプですね。キャンプ場で余裕でアイス食べれるって最高じゃん。ごめんなさい。めっちゃ目が大きい人みたいな。優しいです。はい、完成。ありがとう。はい、雨が来てきた。500の700メートル右方向、小国町役場。前に入れ込むしかない。前に入れたら入れたら私ゲットだぜ。そしてクラサコ温泉、目的地に近づきました。案内を終了します。ここまでの所要時間は3時間32分です。運転お疲れ様でした。そのピークの重箱、これサウナ？サウナを作ってる。やっと来れた、ここに。めっちゃ来たかったところだね。来たかったんだ、ここ。止められるか。ピーって書いてる。バックで入れたらばいいね。ロープで区切ってあるのでって言われて、こんにちは。設営が終わりまして、ゆっくりしております。今回やってきましたのは熊本県阿蘇南小国町にあります倉迫桜オートキャンプ場、倉迫温泉桜オートキャンプ場です。ようやく来れましたね、ここに。そう、温泉が一番大事なワードだというので飛ばしていっちゃったよ。もうここはずっと結構早めから行きたいところで、いつだったかわかんないけどずっと行きたいとこで、でも冬は結構標高が高いとこだから、車が道路が凍っちゃうと怖いので、来れないので夏だなって思ってたんですけど、夏も土日は本当にいっぱいで、連休とかもなんか取れなさそうだったので、今回はお休みを取って2人で初平日キャンプですね。なんか平日感がないところを選んだんだけど、まあ平日だからこそ撮れたんだと思う。めっちゃ静かで涼しくて、区画なんですけど全然もうプライベート空間を作ることができて、自分たちでね、ちゃんとロープで仕切ってあるから、隣同士でくっつこうと思えばくっつけるぐらいなんですけど、なんか程よい広さがあってすごいいいね。私たちは、A の3なので阿蘇側かな、 K は九十側だと思うけど、阿蘇側の方を向いて、こっちは夕日が見えるサイトだったんだっけ。そうだったと思う。残念ながら今日が曇りだったので、このまま見えずに終わっちゃいそうな気がします。でもまあ見えるは見えるね。こう見渡す感じ、あっちの方とかも見えるし、涼しいと言ってるそばから、確かにまず
食べたいと思います。最初ビールでもいいなとか言ってたけど、でもなんかアイスな感じするね、うん、アイス食べたい。多分放牧された牛がなぜかいます、サイトの目の前に。ここがサイトで、サイトの目の前に牛。このパッケージが可愛くなったよ、これ好きなの。一緒だって一緒だった。あ、やっぱ、あ、全然溶けてね、すげえ。買ってから3時間ぐらい経つんですけど、全然もう全く溶けてない。どうぞ、ほら、箸入れじゃないけど、スプーン入れしてみて。いくよ。もうちょうどいいぐらい、今ちょっと出して3分ぐらい経ったからかもしれない。もう全然余裕。うん、おいしい。キャンプ場で余裕でアイス食べれるって最高じゃん。なんかコメントで、これでアイス食べれますねってくれた人いたね。インスタだったかな、多分。あの廃校期来ましたってストーリーであげたら、うん、これでアイス食べれますねって言ってくださって、確かにと思って。そういえば食べれました。おいしい。牛を見ながら牧場食いいね。牛さんありがとう、おいしいよ。あいつら乳牛じゃないけどな肉牛。食用、食用だね。今回持ってきた廃校期の冷蔵庫については別の動画で詳細とか、うん、実際の細かなレビューを動画にまとめようと思っているので、ぜひそちらもご覧ください。注目されてる商品だと思うしね。うん、多分ね。今から冬になるから、正直あんまり冷蔵庫も使わない時期にはなってくるかもだけど、うん、キャンプとかもアウトドアとかね、購入検討してる人もたくさんいると思うので、はい、これで自分の日本一周にもまた大きく近づきました。うんね、少しずつでしか購入できないんですけど、ちょっとずつ備品を整備しているような感じで、迷ってはいたんですけど、買ってよかったねって感じ。ここはチェックインが11時だって、今が何時ぐらい、うん、だいぶゆっくりできてる。温泉が3時から明日の朝9時まで入り放題なんで、今回もめちゃくちゃ温泉に入り参りまくります。入り参りまくります。入り参りまくります。僕は宮さん回ぐらい、俺4回は入るかも。一応家にある持ってきたんですけど、28度やって。湿気もなんか少ないくない、雨が降るっていう割には。夜は雨予報は33度ぐらいあったけど、ここに来て28度、うん、そりゃ涼しいわ。涼しい、5度ぐらい違う。風が吹いてるからまた余計涼しい。本当に雨降るのかな、こんなに湿気ないのかな、雨降る前って、うん、もうやばかったよね、宮崎の湿気、昨日。おいしい。冷えて、さっき見たら 26.9 度になってたよ。同じ、どんどん騒ぎ。雨降る前って湿度が上がるものだと勝手に思ってたけど、そうじゃないのだろうか。I guess I'm kind of in a mood right now. I've got a million things to do right now.I need a minute just to breathe, I just got home. My body doesn't have a time zone yet. I've been a drill before we climb in bed. My phone is buzzing in the sheets, I just got home. You, oh you make it look so easy. And I just don't belongLet's fly away from here, I need a vacation. Blast off tonight for Tokyo.
Wake up Shinjuku like it's teleportation. Leave all our worries back at home. I wanna run away. I wanna run away. 戻ってきました。それではお楽しみタイムですな。そこで一つご報告があります。申し訳ありません。グラスを忘れました。あほんまや、ビールしか持ってきてねえ。これね、お風呂の途中でね、うん、あこの後はビールサーバーでビール飲んで食べてって考えてて、グラス忘れた、どうしよう、お怒りがっていうので、どうしよう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 って考えて、カーってするためにめっちゃ暑い中頑張って入ってたの、汗だくの。まあいいでしょう。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。なんかめっちゃ俺が厳しい人みたいな。ダメなやつだ。そこまで。嘘だ。本当に何回も来た上で、ようやく馬刺しのたたきと、これ馬刺しです。バイ。バイ。うまい。頑張った。温泉で。買いたかいがあったぜ。このビールちょっとさ、茶色みがかかってんのかな。茶色いよ、茶色い。去年もそうやって。ビールサーバーが良かった。ビールサーバーが良かった。本当に。たたきは880円、刺しは上赤身で1300円でした。精肉屋さんによって買ったんだけど、冷凍で売ってて 100g とかグラムとかだから、うん、100g くださいって言ったらその場で薄く切ってくれて、そのままがいい、切った方がいいみたいなの聞かれた、ね、うん、ブロックと切り身切ってくださいって言って、ね、すぐ食べられる頃やね、うん、いや絶対ラサコに来るついでに、あの道の駅の近くにあるんですけど、行った方がいいです。南小国の方だよね、の道の駅のそば。でもなんかいただきます。たたきからいくか、うん、たたき初めてだね。そう、たたきが売ってるっていうのを見たから、この岩永本店そこまで調べてくれたんや。あ、なんかいろいろ見てたら、ここはたたきが売ってるって書いてた。へえー、結構食感あるね。うまっ。また鶏のたたきと全然違えな。全然違う。やっぱり臭みない。そしてあの赤身感がすごくて、しっかり食感、うん、薄いのにね、この薄さでこれだけ食感あるってめっちゃいいと思う。たたきもうまいんだな。鶏のたたきより馬肉が好き。俺、うん、鶏のたたき大好きなんだけど。鶏のたたきはちょっとさ、なな油があるじゃん、やっぱり。油？皮のとこ。うん。これはなんかもうザお肉って感じがして。うん、ザお肉って感じ。ちょっとローストビーフっぽくない？そうそう思った。これローストビーフにしても美味しそうだね、馬、うん、肉って。すげえ贅沢なおつまみやけど。幸せだね。しかも結構いっぱい入ってる。二人であったら十分。これも買ったから超十分。もうめっちゃ綺麗にスライスされてる。上赤身ですよ。上赤身です。今頃りょうくんのお父さんが羨んでるよ。いや、馬刺しはやっぱうめえわ。ちょっと半解凍ぐらい。うん、そうだね。まあちょうどいいぐらい、むしろ。こんな感じです。霜降りがいい人はもちろん霜降りを選ぶべきだけど、私はこれぐらいが好きだな。網、霜系よりも赤身系の方が好きだな。お肉系は割と霜降りってよりしっかり赤身が好き。馬刺しうま。私もともと馬刺しってそんな好きじゃなかったんですよ。で多分トロンってしてるイメージだった。もうやっぱり。まあこのキャンプ効果もあってすごい美味しいんだけど、うん、なんかすごい好きっていう感じではなかった。嫌いじゃないんだけど、なんか馬刺し食いてって思うほど好きじゃないって言えばいい。だから例えばステーキとかを食べるほどの、 あの欲はなかったんだけど、うん、しょっちゅう食べるもんではないしね。まあ高価なもんだから ね、うん、でもなんかすごい美味しく感じている。結構馬の肉ってなんで食べるようになったの、なんでね、そういうことになったんだろうってことで調べました。では読ませていただきます。頭に入らなかったから読ませていただきます。多分正しいと思う。農林水産省のとこだから見たやつだから。馬肉生産量日本一、熊本の名物として一番に名前が上がるのが馬刺し、うん、馬のお肉は低脂肪、低カロリー、高タンパク、
さらに鉄分やカルシウム、亜鉛などミネラルも豊富で、うん、今注目の食材。トレーニングとかにも良さそうだね、うん、で熊本では昔から需要競争に食されてきたんだって。で発祥は諸説あるらしいんだけど、熊本藩の初代諸藩の加藤清正さんが、うん、朝鮮出兵をした際、朝鮮半島で食料がなくなり仕方なく軍馬を、自分で乗ってたやつかな、ねえ、わかんないけど、もう食料がなくなって食べたのかな、自分の馬わかんないけど、軍馬を食べたところ大変美味しかったので、帰国後も馬刺しや馬肉を好んで食べたというのが始まりと言われている。江戸時代には肉を食べる習慣がほとんどなく、うん、一部の農民などが食べていたのみだったが、明治の時代に入って次第に熊本や阿蘇地域に広まっていった、うん、群馬の産地だった阿蘇地域で戦後の食糧難で馬肉を食べ始めたことで広く一般に伝わり、昭和30年代には飲食店でも扱うようになった。へえ、昭和時代からか。でやっぱり融点がね低いらしくって、馬肉って、うん、油が、うん、だからすぐとろって溶けちゃう。だから多分あのとろとろっていうのはそういうとこから来てるんだろうね。なるほどね。でも赤身はやっぱこうしっかりとしたタンパク感があって、私は赤身の方がすごい好きなんだけど、たてがみとかも売ってたよね。でめっちゃ白かったね。たてがみって脂肪なのっていう話になって、あれ紙じゃないの、ね、俺は毛だと思ってなかったよ。さすがにあれ毛食えるわけないじゃん。毛の下になんか油がこうあって、そこからこう毛が生えてんのって思ったけど、その毛が生えてる下の部分の脂肪のことを。だって獅子肉とかもさ、あの毛が生えてるやつって脂肪みたいな感じじゃん。私獅子肉食べたことない。だからそれと一緒なのかなって思う。ああそうなんだ。農民が食べてたって言ったじゃん、うん、牛とかを扱ったりする人たちとかが、うん、牛皮とか多分さばいたやつを食べてたのかな。ああね、偉い人たちは食べてたんだけど、農民が食べてたんでしょ。そう、農民って言ってる。なんかね、あんまお肉とかってね、貧しい人って食べられなくて、多分高貴な人だけ食べられるのかなって勝手に思ってたけど、なんか分かんなかった。一部の農民だけが食べてたけど、明治時代に入って一般にも広がっていったらしい。お肉自体は今回買ったところは、そのカナダの子馬を熊本で飼育して、うん、こっちの飼料を与えて育てたお肉になってて、うん、まあ、ちゃんと熊本県ので生まれ育った馬を使ったお肉っていうのもあるらしい。それはちょっと高いかもしれない、ね、高そう。なんかそういうのもあるんだろうけど、質が違うのかなってちょっと思ったけど、これでも十分美味しい。ね、それもなんかへえそうなんだと思って、わざわざカナダからやってきた子馬さんが、給水が終わったので、今日は炊き込みご飯を作っていきます。炊き込みご飯というか、カオマンガイというインスタグラムで出ていたものがあったので、鶏胸肉になんか調味料かけて炊くだけという簡単なものを作ります。でも鶏胸肉をただ上に乗っけて切ってるやつだから、乗っけてただ炊くだけ。調味料とかも乗せんと最後でいいみたい。これは横塩とかもないんだ。うん、みたいです。超簡単じゃん。乗せるだけ、乗せて炊くだけ。ありすぎじゃね、ちょっと大丈夫かな。はい、じゃあこれで炊いていきます。これね、コツがあるけど、乾いてればパコってオピネルナイフなるけど、濡らした後はやっぱ木が縮むっちゃろうね。うん、から乾かしてから直すと、まあ一番いいなっていう感じ。なるほどね。映ってたかな、今ですよ。虫も鳥も鳴いて騒がしい。今の温度24度です。湿度がちょっと高め、84% になった。雨降るかな、やっぱり。どうやろうね。力入れすぎじゃない。しゃくれてるよ。よくてね、力が入ってる時すごい面白い、ね、ギター弾いてる時とカメラ回してる時はね、うん、真剣に撮ってる時絶対なんか口がなんかね特徴的になる。動画撮ってる時、うん、必死でブレを抑えようとする時口が開くの、うん、いいってなって、そうなんか変な顔してる、うん、
じゃあこれでもう作っていきます。これは上にかけるやつだからもう大体できます。ちょっとニンニク多めでいきます。大さじ1。これじゃね、豆板醤あえてちょっと多めにする。めっちゃセミ鳴くやん。クパーイ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 。いいよいいよ。めっちゃ固まっとる。エミーの美味しいレストランが見たくなった。人が作ってるのを見るとなんとなく。じゃあ味噌入れていきます。なんかこんだけでいけそうだ。日向市特産のヘベス入れていきます。入れときます。入れるじゃなくて飾る用に使おうか。砂ずり切ったの俺初めてだわ。一人屋さんに感謝だね。ちっちゃいね。ちっちゃすぎたね。歯応え欲しいんじゃない。I've never been better than this. Only here with you. Where the big shelter is. はい、完成。ありがとう。はい、いただきます。うん、まあ美味しいよね。混ぜただけですけど、すごい歯ごたえのある砂ずりだね。うんうん、実際コーンマヨネーズってことだもんね。コーンの甘みが効いていいね。うん、楽しみ。どんな味かが想像つかない。まあご飯には味ついてないからね。うん、のっけご飯って感じで捉える。ちょっと切って入れただけだけど初めてだね、俺がちゃんと作ってうん、今回はりょうくん考案のキャンプ飯で、ちょっと考える時間がないからお願いしたら美味しそうなのてか美味しいやつ。では早速。うんうん、うん、ちょっと味薄い。しっかり。やばい。終わった。ロリー中に入るのやめて、マジ。はい。こっちもやったけど。なんかほんと初めてなんだけど、なんて言ったらいいかわかんないけど、ご飯に確かに合うね。合う。一緒にさ、この鶏肉を炊いたから、うん、なんか蒸し鶏みたいになってて、焼いたのとは違う感じ。この多分ね、お酢とヘベソがいい感じに効いてんのかな。美味しい。さっぱりしてる。ただネギもいいね。味噌ダレっていうか、うん、万能ダレって感じ。美味しい。うん、美味しい。お酢が結構効いててね、うん、美味しいよね。さっぱりで美味しいね。パンにあんまつかんから大丈夫かなって思ってたけど、うん、それなりに濃い味してたから、むしろちょうどよくない。うん、ヘルシーキャンプ飯やね。うん、砂ずりも本当だ、超ヘルシーだ。7時ぐらいからね、雨が降りそうだったけど、なんか大丈夫。さ、あっちでね、なんかピカってした気がするんだよね。気のせいだったらいいけど。もう風が全然湿気のある風じゃない。うん。今気温が24度。多分下がってくるね、もうちょっと、ね。もっと涼しいんだね。うちはもちろんいいけど、露天に入ってほしい。いや、露天は夜が好きだから、私。夜風に浴びながら露天が好きなの。うん。だから、さっきは宇宙に入った。なんか明るい状態でのさ、音が見えるのが良かった。露天の良さ。うんうん。夜は夜で、明かりの感じもかっこよかったから。うんうん。中で体とか頭洗って、軽く拭いて、露天に入るのもありや。ああ。え？露天の方も一応でも体洗うのもあるんでしょ？うん。で、狭いからお湯に入りそうで怖かった。うん。幅がね。女性が今日は富士の湯だったけど、確かに洗うとこちょっと狭いし、寒そうって思った。冬だったらね。うん、おぉ、めっちゃ濃い。顔がめっちゃ暗い。雨が降ってきたということで、雨が降ってきました。
ね。その白いライトやめてよ、怖いから。怖いよ。結構雨降ってきたね。結構降ってきたね。雷がさっき鳴ってたから、多分来るだろうと思ったら本当に来た。予報通りだね。うん。うん、予報通り。